はい、ということで、はい、今回もドーハの5秒ごと目頭切開ショーを始めていただきます。してない。恵比寿にも住んでないし、東野世界もしてない。はい。事実でもないことを DM するのはよくないですよ。はい。今回ですね、はい、タカ、サッカー選手知らなさすぎる問題ということで。はい。あなたは正解じゃない。そうじゃない。あの結構あのリゼメチャンネルの途中でも、いやその選手誰やねんとか誰やねんっていうくらい結構あるんですよ、俺らが。はい。はい、ボケとかで何か言った時も、はい、いや何それみたいなくだりが起こることがあるんですよ、はい、ほんまにサッカー知らないんですよ、その選手を。海外の海外の、まあ、日本もあんまり、まあ、日本は、まあまあ、ギリ、まあ、まだ分かってるけど、海外ほんまに知らない。有名で分かるとネイマールとかメッシとかでだけど、そのハーランドどっち利きとかもうそれぐらいのレベルなので。この間ハキに知った。あ、それやばいっすね。ワールドカップでしょ。で、京野ちゃんはめちゃくちゃ海外の選手知ってるでしょ、うんうん、偏ってますけれども知ってます。まあまあ、なので今回サッカー選手の顔がちょっとずつ出てくるみたいな、うん、画像最初はなんか例えばね、目がめっちゃズームになってだんだん離れてってみたいな、そういう問題を10人翔平に作ってもらってるんで、分かった人がボタンを押して答えれば1ポイント、うん、あ、もうこれほんまに俺が優勝したらお前らほんまサッカー選手を語らんでくれ。ほうやな、こう目だけとかで分かったら、え、何点ですか。いや、それはないです。ただ1問言ってんだだけで早押しなんで、はい、じゃあこれ何回でも答えれる。あ、でもお手つきした場合は4人終わったら回答権。はい、優勝した人どうします。人の近くあるんで、もう何でも、あのご飯もサバの飯もドリンクも、どれが全員汚れだったら確かにみんな頑張るでしょ。おい確かにそうじゃない。おい、あ、そうしましょう。そうそうしましょう。おいおい、きつっ。だってまだ分かんない。そしたら頑張れるじゃん。頑張るとかなくない。そもそもね、知らんかった。知識がもう分からんと頑張るって何。まず、まあ練習も兼ねて1問目やりましょう。はい、はい、マジで。ちなみにあの間違えてなった場合もうダメですよ。あ、これでも今みたいなもうこれはどうですか。事故で上がらんから。いや、もう音が鳴った時点でアウト。わかりました。いきますよ。はいはい、いいですか。うん、第1問目、1人目。え？え？あ！え？おお！え？嘘でしょ？え？え？わかんの？いや、多数わからんやろ。え、何の先生黙ってるでしょ？絶対ダビドシルバー。違います。シルバーでしょ。あ、そう、チャームシルバー。ダークそう、本当にそう、チャームシルバー。あれ？あれ？はい、でも、お手つきでした。お手つきです。え、違います、ちなみに。いきます。待ってくれ。じゃないな。え、何を聞くの。あ、ダメ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 ダよく分かったね。それメッシですよ。やっぱね、プレー中ってやっぱ顔が変わるのよ。うわぁ、マジ分からん。はい、メッシです。ほらプレー中やと顔が変わるの。今マジで分からん。いや、今俺分かった。あ、だるやばぁ、だるぁ。今マジでレースでここまで上がるのも何やったわ、今。いいですか。あ、まあとりあえずじゃあ、いきますよ。行くよ、ちょっとスタート。違います。おー、危ね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 ー、マジで、マジで、マジで、いきます。危ねー、危ねー、危ねー、危ねー。ペペ違います。バリティカ、バリティカ、バリティカ、よしよし、黄色やぞ。ファンダイク。わー、そっか。これですね、ファンタイですね。ほんで全然わからない。これ重いわ。これめっちゃ重いわ。ほんと俺全然わからなかった。全然わからなかった。いや、だって、もうやだ。俺も行こうと思ってクリアで。いや、マジでな。え、レバンドフスキ。お、早い。マジで早い。やば。でもレバンドフスキ全然わからなかったな。え、すごい。早いね。うま
までいったのかあれは。早っ。やばい、ほんと消耗を出すんだ。ねえ、すごい。怖い。はい、アウトです。これですね。やれば今のはやばい、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 どこ、まあ、まあ、的、まあ、口、鼻、口か、鼻はちょっといいな、え、誰、ま、誰イングランド代表の、それわかんない、キャプテンぐらいですね、バーミンガム、バーミンガム所属の、いやだ、いや、何バーミンガム、でもな、発音の問題、いやどうなんだろうな、はい、あ、なんでエムバペか、エムバペか、はい、なんだ、エムバペとか、もうほぼ正解、ベリンガム、そう、そう、マジか、そう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 、そマジでよ。どちらかラインです。そう、でもでもね、いや。所属のとか言ってる。チーム。所属。マジか。いや、ぶつかってきてるって。ポルやな。ポルちゃう。ポルっぽいな。は？え？やったりする。いや、ハキミ。違います。うじゃハキミ、俺の答えです。ペドリ正解。うじゃペドリだね。誰いや、ペドリしちゃう。誰嘘だろ。バルタだろ。バルタだろ。知ってる。バルタ知ってる。あ、出てた、出てた、出てた、やばっ、ニモちゃん出てた、終わってる、終わってる、やばい。はい、次行きます。おもろいな、このクイズ。マジでメッシぐらいマジ、このクイズめっちゃおもろいわ。さわざわざってくるんじゃん。いやでもね、いや だいぶいい頑張りだと思う。マジこれ、ペドリを分かるって顔。うわー、ちょっと待ってよ。あら、腕で出てやった。リディが。違います。いきます。わかるかな、それ。マジでほんま。あ、ね。わ、これわかるよ。待って、マジでわかる。どこ？マジで。本当に？え、19番。ガッチでわからん。ちょっと待って、名前がわかんない。ダメですよ。ギブアップ。いや、絶対答える俺は。じゃあ、とりあえずなんか俺も分からんけど、なんかそれっぽい名前だ。いや、無理よ。俺分からん。俺ちょっと分からんわ。え、絞り出したら分かる。え、点取ってますね。え、ウィングですよね。あ、分かったなわけ。マジマジマジ。え、ヌーノメン。あ、正解。怪我した。じゃあ行きますね。ブルーノメンデスは死ぬ。やば。問題集。え？は？それでわかる。やめよ、ほんま。一回も当たってないからさ。やめよ。ダニーロ。違う。誰や問題。誰？ちょっと待って。ブラジルさんの。ダニーロっぽくない髪の毛。え？カゼミーロ。違います。カズミロこんな顔。カズミロもっと濃い。眉毛整ったやもん、こんなに。はい。あ、わからんと。イングランドね。
あ、わかった。USB アメリカ。ガッ、あ、これに関してはほんまに。うわ、マジでミスった。俺答えた。チェルシーだよね。いやいや、それ知らんよ。おう。ペリシッチ。違う。じゃあ。アメリカな。わあ、これプレミアリーガーだよな。ワンマック。お前、シート、シート、お前女子のフォワードだよ。ねえ、おもろいよ。アメリカの中から絞ったんだ。シゲわかる。ペルシッチだと思ったんだけど。あ、これノーゲームじゃん。わかる。え、これ背番号が出ない。これ発音の問題かな。発音の問題。あ、ペニ、ペニッチ。え、いやもうわかんない。合ってるっちゃ合ってるわ。私が調べた時はプリシッチで出てきた。ああ違う、あ、ダメだ、これダメダメダメ、これダメだ、アウトじゃない、アウトか、渡りよ、いや、違うよ、違うよ、プリシッチ、プリシッチは全然違う。じゃあ、ルッチャッシの10番、ノーゲーム、ノーゲーム、ノーゲーム、3本ね。うわ、うわ、全然優勝あるよ。てか、めっちゃ難しいね。いや、でも俺はこれぐらい何倍でやる。え、だって分かる人は分かる人、楽しい。確かに。え、チェルシーだっけ。え、確かにそうだった気がする。チェルシーだよね。違う。もうやめよ。やめよ。シンボル、シンボル、やめよ。丸めるで。違う。いや、マジで。ウルグアイ。あ、待って、合ってるわ。え、マジで。合ってる、合ってる。え、マジで。合ってるわ。え、合ってます。ウルグアイ。いや、ウルグアイの髪型が。マジで。合ってるわ。マジで。マジで。誰？丸めるの？丸めるの？丸めるの？すごい。やっぱリアルだ。リアル当てられる。さすがだね。すごい。やばい。並んだ。さあ、最下位。これ、いい戦いよ。2、1です。じゃあ、いきまーす。こっちで知らんもん。うわー、むずほんま待って、あるぞ、これは。うわ、誰？南野選手。あ、違います。谷口翔吾。あ、正解。よし。え、マジか。やばい、マジショックなんだけど。ホクロだ。ホクロだ。よし。これはわあ、ほんまや。3ポイントで1ポイントです。さあ、キューブも最下位でいい。最下位です。翔吾です。でも、いい選手じゃない、南野選手。確かにね。金銭とかないのか。今もんだけど。ないの。俺たぶん取ったらサボンですよ。俺三で資源に高一勝の二です。やばい、ヌルの面です聞いてる。ラスト一勝。ラスト。いきます。いやマジで。マジで。は。日本人じゃん。ウンパルンパみたいな。ウンパじゃない。ウンパルンパじゃない。正解。予想外すぎて追ってなかったわ。はい、ふざけました、最後。やばい。ねえ、古いぞ。はい、マジで考えちゃった。はい、ということで慶吾4点、シゲ2点、タカ1点、ショウゴ2点ということで、この面です。これが優勝です。わ、そしてタカが同点です。面白かったな、面白い。すごいね、バルベルデ。そう、髪型、あの髪型ね、ジルーとバルベルデしかいないの。このワールドカップ。そう。でも、ブノベンデスの方がマジですごい。ブノベンデスに関しては全部寝てるから。寝てきてから、全員で考えたから。全員で。これ面白いね。これ面白い。面白かった。ちょっとなんかまたやりたいな。これは違うバージョンで。これクイズ面白かったな。クイズ面白かった。ふざけたわ。いやいや全然 OK です。全然 OK。やっぱ顔が戦う人の顔じゃなかったな。それなんかもう違った。でも俺この辺で分かってたけど。肉付きがなんか来たね。そう。やっぱり見えてきた。そう、すごいと思ったもん。ということで。いや、面白かったね、今。はい、でもさ、ありがとうございました、今日も。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。ありがとうございます。え、YouTube やってんだよね。
次やり始めました。しょうちゃんの YouTube、Instagram、流してる Instagram、ツイッターやってるんで概要欄からチェックしてみてください。はい、お願いします。変な DM 送らないでください。フリーやん。いや フリーやぞ。フリーやん。もうお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。